今日はどうしたいにゃあ盗まれたーえー、何を取られたんにゃ死んだ母ちゃんが大事に育てていた花の鉢植えわしうえ鉢植え鉢植えそんなん盗むやつおるんかにゃびっくりにゃマジ鉢植えどんなやつやねんにゃにゃ朝毎日庭と駐車場の鉢植えに水やりしとるんだけどな

朝起きたら思いっきり動いてたことあったあった PCX 盗まれたで検索すると結構取れらてるニャン ADV150 盗難保険かけてるのかニャン貧乏人には高くて無理じゃなんかしてるのかニャとりあえず地球ローックまだあるでえ防犯アラーム 僕の買ったのは自宅の中からでもリモコンでオンオフできるそれいくらだったにゃ買ったの2年前だけど1800円割と安いにゃーアラーム本体は車体ポケットの中にあります走行中の振動が伝わらないようにダイソーで買った防振ゴムつけてます ポケット開けたままだと、もう騒音レベルの大音響、10軒先の家まで聞こえるんじゃないかな。 カバーの風の振動で鳴ったりしないのかニャ。からっ風の強風でも鳴ったことなかったよ。ただアラームセットしたままカバーを外そうとしたときは鳴ったことがあったよ。いじろうとすると鳴るのはちょっと安心だね。防犯アラームの他にも対策してるけどアラームは安いし使えるよね。鉢植えにもアラームつけてたら盗まれなかったかもニャ。にゃ 鉢植えを盗んでいく奴がいるなんて思わないだろ。普通、マジ、びっくりだわ。最後までご覧いただきありがとうございましたにゃ。